こんばんは。寝れない？あ、相手もありがとう。相手もありがとう。33位か。こんばんは。こんばんは。みんな寝れない。おはよう。相手もありがとう。相手もありがとう。はい、こんばんは。おはよう。相手もありがとう。相手もありがとう。相手もありがとう。こんばんは。相手もありがとう。おはよう。相手もありがとう。相手もありがとう。娘って年齢じゃないな。俺からしたらみんな娘だよ。相手もありがとう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 。いやいやいや、今日はワドだよ。あ、ワドです。はい、シャイニーにバトンタッチしてないです。ワドです。はい、相手もありがとう。相手もありがとう。いや、雰囲気でしょこんなのは。相手もありがとう。いや、今日はワドね。だ、シャイニーの時はシャイニーにちゃんとバトンタッチしてるわけだから。いや、ワドだよ。サムネ変えてないでしょ。高層ビールでワイン。ああ、俺ワインとか飲まないね。ブランデー飲むかな。ブランデーが好きなんだよ。誰かレミーマルタン送ってくんない？レミーの VSOP とか、VSOP じゃなくてなんだっけな、俺が好きなの VSOP だっけな、丸いやつ。VSOP はあんま美味しくない方だっけ。はあ、風船ありがとう。イケボ本職は強いですね。ああ、まあ声いいって言われるからね。俺の声好きな人結構いるから。俺はなんだろう、自分の声あんまり好きじゃないんだけど。ああ、そうそう、ルイ13世も好きだし。ああ、ワドです。どうも、ハートありがとう。ああ、マイクありがとう。なんだっけ、ルイはもっと高いやつでしょ。 VSOP、 ちょっと待って、レミーマルタンで調べるわ。レミ1万5000円ぐらいのやつね。 XO か、俺が言ってんの XO かな。レミーマルタン、レミー飲みたいね。久々ね、レミー飲みたいけど高いんだよね。値上がりしたんだよ。
ちょっと待ってね。レミーの。やっぱコニャックはうまいっすよね。VSOP は嫌い。正直言うと。VSOP は、あ、ダメ。VSOP は、俺安い酒飲めないから、VSOP は送らないでください。XO ですね。XO クラスから上の酒しか飲まない、俺は。XO です、僕が好きなのは。XO よろしくお願いします。アイテムありがとう。XO は好きだよ。XO は好き。俺、ガキの頃からブランデー飲んでるよ。ドンペリは俺嫌い。スパークリングは飲まない。そもそもワインが嫌いだから。ドンペリよりは、なんだろう、萌えピンとかの方がまだ飲みやすいかな。でもまあ、シャンパンあんま好きじゃないですね。ブランデーとかが好きですね、僕は。ドンペリはゲロの味するもんね。ドンペリ嫌いっすね。シャンパンあんま好きじゃない。誰かブランデープレゼントしてくれる人は、レミーマルタンの XO ください。配信中に飲むんで、レミーは。ヘネシー、まあ、うまいっすね。嫌いじゃないっすよ。嫌いじゃないっすね。のど飴ありがとう。あ、もしよかったらね、ランキングが今、昨日かな、おととい2位だったんだけど、今33位まで落ちたから。ありがとうみんな、31位まで上がったね。もし俺のことナンバーワンにしたいやつがいたら、アイテムください。いや、今日は出ない。俺ワードだから。マイクありがとう。マギルありがとう。もし俺のことナンバーワンにしたいさ、子がいたらよろしく。いや、ブランデーは飲むよ。ブランデーもしもらったらね、ブランデー飲むけど、自分で買って飲もうとか思わないかな。安い酒、XO 安酒じゃん。だったら送ってこいよ。1万5000円の酒、別に安い酒だと思わねえけど、原価でしょそれ。バーとかで1杯1200円、1200円以上か、1800円ぐらいでしょグラスで。別に安いとは思わないけど。さあ何位まで上がるかな。バカありがとう。もしよかったらね、イケボークはのど飴とマイクっていう限定アイテム、イケボカテゴリーでね、俺のこと1位にしたい人はのど飴かマイクください。惚れそう？いいよ。人生ボロボロになりたかったら惚れてもいいよ。
この声で歌って、いや普段と同じ声だけど、普段と別に変わってないけど、アイテムありがとう。寝れない？おいで。好きになってもいいですか？知らねえよ。惚れそうです。いや知らないよ。俺をどうしたいのか決めんのはお前らだろ。俺のことをナンバーワンにしたいのか、その辺のゴミにしたいのかおめえら次第だろ。てめえらで決めろよ。アイテムありがとう。ちなみにこのランキングは普通のアイテム関係ないから、ランキング上にしたい人はマイク買って、マイクじゃんじゃん送って、マイクをバンバン買ってバンバン貢いで、見返りはないから。抱いてください。誰も抱かないから。誰も抱きねえよ。こんばんは。アイテムありがとう。ああ、マッカランうまいね。知ってるね。マッカランはうまいね。よく飲んでたね。実はレミーよりマッカラン好きだね。いや俺もよく飲んだよ。うまかった。うまい。いや俺ウイスキーも飲むから。レイミー、いや笑いとかいらねえから。イケボカテゴリーやってるときは笑いとかいらねえから。アイテム止めんなお前ら。マイクじゃんじゃん見つけ。
コメントする暇あったらアイテム買ってこい。クソだりや。ぐだぐだうるせえよ。マイク買ってこい。マイク投げた以外のやつコメント読まねえから。マイク上がったら教えて。マイク上がったら起こして。誰も抱きねえから。抱く女は俺が選ぶから。俺に相手してもらいたかったらマイクよこせよ。マイク持ってこい。モンブラン食べようかな。モンブラン食べようかな。モンブラン食べようかな。モンブラン、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 モンブラン食べようかな。モンブラン食べたいな。モンブラン食べたいな。モンブラン食べようかな。どうしよう。モンブラン、モンブラン食べようかな。モンブラン食べようかな。どうしようかな。あーモンブラン、あーモンブラン食べたいな。モンブラン食べようかな。どうしようかな。あーモンブラン食べて、モンブラン、モンブラン食べてーな。モンブラン食べて、モンブラン食べようかな。あーモンブラン食べて、あーいやもう冷蔵庫の中に4つモンブラン買ってあるから、モンブラン食おうかな。モンブラン
ブラン、モン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 ブラン。いやもうベッドの上から動くのがだるい。ベッドの上から動きたくない。かっこいいです。まあね。水木いらっしゃい。ありがとう。相手もありがとう。かっこいいですね。こういう枠初めて来た。いや別に普通なんだけど、ラジオ配信してるだけで何にも変わってないけど、別に普通にやってるだけだけど、何枠？俺枠。ありがとう、水木ありがとう。いや普段からこんな感じだけど、俺別になんか変わったことやってるっていう感覚はないけどね。俺の枠。いや別に普通にやってるだけだよ本当に。ない。映像が見えないからなんか妄想が進んでるだけでしょ。いやネタじゃないよ、普通にやってるだけだからだるい。クソだるいよ。相手もありがとう。だから抱く女は俺が決めるっつってんだろ。うせえな本当に。おめえに抱いてもらいたいか抱いてもらいたくねえかとか知らねえよ。抱く女は俺が決めんだよ。抱いてほしいとか抱いてほしくないとかいらねえから、抱いてもらえるように工夫しろ。俺の目に留まるように頑張ればいいじゃん。どういう女を抱くんですか？いい女。相手もありがとう。和道のいい女とは十
自分で考えるんだよ。くだらねえ質問すんな。アイテム投げろ。口数の多い女あんま好きじゃねえから。年上の女の人好きだよ。ザイガニいらっしゃい。最近来なかったじゃん。あんまりおしゃべりな女好きじゃないな。相手もありがとう。どこにエロスを感じますか？美しいものは美しいんだよ。美しくないものは美しくないんだよ。あやいらっしゃい。相手もありがとう。美しいものに年齢なんてないんだよ。相手もありがとう。くだらねえな、本当に。くだらねえよ。めんどくせえ。マジめんどくせえな。痴漢プレイは好きですか？したことないからわかんないな。試してみる。試してみる。もっと叱って。叱られるの好きだよな、お前。ケーキちょうだい、1個。写真の目澄み切ってますね。俺の目をちゃんと見たことあんのかよ、お前。目が曇ってたんじゃないの？飲んじゃな。はい。ココアちょうだい。ありがとう。あー、モンブラン食べるよ。
おしゃれな放送ですね。俺がおしゃれじゃなかったことあんのかよ。のど飴ありがとう。俺が一回でもおしゃれじゃなかったことあんのかよ。今半裸ですか？全裸です。いただきます。うまっ、うまっ、うまっ、これうまっ、やばうまっ、 うめえなこれ。あ、これいいや、のんちゃんにあげる。あのジュース取ってきた、マンゴージュース。はい、うん、うまっ、めちゃめちゃうめえこれ。うまっ、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 うまっ。こんばんは。いつもよりいやらしい声ですね。いや別に配信機材何にも変えてないよ。普段通りやってるよ。氷いらない。なんでラジオ配信？いや、ランキングがあるんだよ。イケボカテゴリーランキング。どうしてもやってくれ、やってくれって言われてる。今ないよ、俺。イケボカテゴリーランキング、今ない。うんまっ。今ないんだ俺。この前2位だったよね。うまっ。ないだ。27位。あ、イケボですね。ありがとう。アイテムありがとう。これにヨーグルトドリンク入れたらラッシーになるんじゃない？うん。ラッシーになりそうだよね、これ。27位か。大したことねえな。使えねえな、こいつら。ノリコをコキ使わないでください。俺の勝手だろ。俺の女なんだから。使えないな。物足りないっつうか使えねえ。うん、うめえ。いや使えねえだろ。お前俺に恥かかせんなよ。お前彼氏がお前27位とか恥ずかしくねえのかよ。おい色恋すんつもねえやろ。お前彼氏がよ、彼氏が27位とか恥ずかしくねえのかよ。恥ずかしくねえのかって聞いてんだよ、お前彼氏が。おい。おめえの男27位かよ。使
使えねえマジで。色恋かけるぞこの野郎。20位以内じゃねえよ、3位以内に上げろ。今すぐ今すぐ3位以内にしろ。分かってねえな。3位は頑張らないと。俺頑張る気ねえから。俺頑張るとか嫌いだから、そういうのはお前らに任せるわ。紐で何が悪いんだよ。紐で何が悪いんだよ。かっこいいとかかっこ悪いとかじゃねえよ。めんどくせえ、めんどくせえ。生まれた時から決まってんだよ、ナンバーワンは誰かってのは。おしゃれです。お前に俺のおしゃれわかんの？お前に俺のおしゃれわかんの？そうだよな、わかんねえよな。すっこんでろよ。のど飴ありがとう、ノリカありがとう。ナンバーワンは誰ですか？質問すりゃいいって問題じゃないから。お前にとってのナンバーワン誰なんだよ、それを書け。お前にとってのナンバーワンは誰なんだよ。マイクありがとう、ミースケありがとう。低気圧ありがとう、アイテムミースケありがとう、バーガーありがとう。あんまり恥かかせんなよ。とりあえずマイク1個とかいらねえから、最低100個単位で投げてくんね。マイク1個とかはもう話になんないから、マイク100個ね、とりあえず100個単位で頼む。ナンバーワンしか見てねえから。ナンバーワン以外興味ねえから。よろしく。今日何回しこられましたか？まだ取っといてるよ。
たけし、欲しいのかよ。ロマンティックタイム？お前今何だと思ってんだよ。俺がロマンチックじゃなかったことあんのかよ。アイテムありがとう。ノリカ、あんまり変なコメント書いてるとカボチャの馬車でお前のこと襲撃するぞ。アイテムありがとう。歌なんか歌わねえよ。俺のそばにいるだけじゃ不満かよ。花火の時は何かあるの？ないよ。アイテムありがとう。いや、めんどくせえからマジで。見返りなんか一つもねえよ。人生ボロボロになるぐらいお前見つけ。もっとダメになりたいんだろ。全財産今すぐマイクに変えてこい。そして投げろ。マイク3000兆個今すぐ投げろ。アイテムありがとう。3000兆個マイク投げろ今すぐ。ナンバーワン確定させろ。記録を作るぞ。だりーな本当に。いらねえからそういうの。オラオラ系とか何々系とか系統で俺のこと測れると思うのよ。あ、そうだよ、ナンバーワンだよ。強気とか弱気とかどうでもいいから本当に。アイテム投げんのか投げねえのかだよ。アイテム投げて俺のことな、俺今ない？みんな。マイクありがとう、ノリコ。マイクありがとう、ノリコ。今ないだよ、俺。今ないだよ。かっこいいとか当たり前のこと言ってんじゃねえよ。いらねえよ、そういうの。今3位？俺今3位？本当に3位？え？ 3 位じゃないけど。どこ見てんの3位って。おすすめだった。ああ、いや、おすすめ？じゃあおすすめの話なんかしてねえ。イケボランキングのこと言ってんだよ。使えねえ女だな。カボチャの馬車で襲撃するぞこの野郎。マシュマロのプールに沈めてやろうか。
チョコレートいっぱい食べてやるわ。ぐだぐだうるせえよ、みほ。マイクありがとう。あーマジでだりーなこの枠。だるいな。ダメ、ありがとう。とりあえずみんなマイク買ってきて。マイクバーガーありがとう。ナンバーワン以外興味ねえから。生まれた時から一番しか取ったことねえから。お前彼氏がよ、一番以外でお前恥ずかしくねえのかよ、お前ら。おい、お前自分の男がナンバーワンじゃねえとか恥ずかしくねえのかよ。頑張ります。おい頑張れよ、お前ら。お前自分の男がお前一番じゃねえって恥ずかしいだろ。気合い入れろ、気合い。意地見せろ。今すぐ家売ってこい、お前ら。スケボーやろうかな、今日。家を売ってこい、今すぐ不動産屋に行って。スーモを検索してこい。お金が欲しいだと、ミリカ。ミリカ、お前の男がよ、ナンバーワンじゃねえってどう思うんだよ、ミリカ。ナンバーワンになって欲しいだろ、彼氏に。毎回ありがとう、ノリコ。賃貸に住んでるとかもういい、働け、お前今すぐ。今すぐお前、スキヤと吉野家と松屋全部働いてこい。24時間働け。1分で全額でアイテム投げろ。以上だ。こじる彼氏は嫌かな。俺の女には向いてねえわ、お前。さよなら。もうお前のこと捨てるわ。ミリカのこと今日から雑巾って呼ぶわ。要求をするな。俺のそばに入れるだけ感謝をしろ。イケボで一言。鷹の爪。見捨てないで、あんなに愛し合ったのに。お前俺に愛されてると思ったの？じゃあ分かった。マイク1個につきセクシーで何か言ってやれよ。マイク1個につき分かった分かった。マイク1個につきセクシーなボイス入れるわ。マイクアイテム1個につきセクシーボイス。はい、これでいいだろう。レパートリーいっぱいあるよ。
レパートリーは腐るほどあるから。指定は10個から、マイク10個から。指定は、あ、マイクね、指定はできません。いきますよ、よく聞けよ、ノリコ。マイナスドライバー。はい、バドツ。俺32だけど、セクシーボイス聞きたい人はね、マイク1個につき指定はできません。俺のセクシーボイスが聞きたい人は、マイクをください。いや、じゃあ分かった、100個からね、マイク100個指定するわ。いや、言わねえよ。雑巾の癖して喋んじゃねえよ。匿名さん、マイクありがとう。じゃあ次は何がいいかな。ファミリーマートのストロー、ありがとう。次か。そうだな、財務急転。よし、ありがとう。マイクありがとう。欲張りだな。そうだな。どんなセクシー、何がいいかな。キューピーマヨネーズ、キューピーマヨネーズ。ガクトにそっくり、よく言われる。お前ら、お前らあれだな、もう冷蔵庫からマヨネーズ見ただけで濡れるな。アイテムありがとう。まあ好みの問題があるからね。好みがあるから。当たり外れはあるよ。はい、でもありがとう。ちょっとペースが早いね。そうだな。
か最高だなって思うものを今選んでるから、ちょっと待ってね。セクシーに聞きたいんだろ。ウェール下 BYBXA、 ウェール下 BYBXA。 よし、あ、ミリカありがとう。ミリカありがとう。そうだな、じゃあミリカに何か言ってあげるよ。ミリカは何が聞きたいんだろう。デビルズブラウニーサンデー。いや、いらない、そういうの。のだめありがとう、アイコ。アイコ。のだめありがとう。分かったよ。ミリカ、デビルズブラウニーサンデのだめありがとう。24位ありがとう。このままてっぺん取るぞ。ありがとう。てっぺん取るぞお前ら。てっぺんと、お前、自分の男がお前ナンバーワンじゃなかったら嫌だろ。自分の男がナンバーワンじゃなかったら嫌だろ。ナンバーワンにしたくねえのかよ。どうなんだよ。泣いてんのか。泣いてんのか。吹けよ。なんだよ、あくびかよ。のだめありがとう。ごめん、マイクアイテム一つでセクシーボイスだから、リクエストはやってないから。マイクアイテム一つで、マイクありがとう。猫に小判。
相手もありがとう。大丈夫だよ、後から来るから。後から来るから。うん、後から来るから大丈夫だよ。あとありがとう、バーガーありがとう。今マイクが欲しいね。マイク以外いらない。癖になる。おいで。来いよ。マイクありがとう、みーすけ。欲張りだな。仕方ねえな。何がいいかな。ちょっと待ってて。何がいいかな。のりこ、のりこちょっとこっち来て。はい。のりこちょっとこっち来て。はい。こっち来て。初見さんいらっしゃい。はい。うん、ちょっとボイス変わって。はい。黄金よりも暗き存在のもの、血の流れより熱きもの、赤きもの、時の流れに埋もれし偉大なる己の何を、何時の何時の何において我ここに、これ呪文の演奏だからかっこよく言わないとダメ。我ここに闇に誓わん、我らが前に立ちふさがり、すべて愚かなる者に我と己が、何時何時、我と何時が力を持て等しく滅びを与えんことを、グレイスレイブ、ドラグスレイブ、ドラグスレイブ、ありがとう。なんか怒ってた貧乏ゆすり初めて見たわ。俺がやるわ、やっぱり。漢字読めない、漢字読めないね。すげえ怒ってた。
寝れない。おやすみ。マイクプレゼントありがとう。セクシーボイス何がいいのかな。セクシーに言いたいな。何がいいかな。セクシーがいいよね。基準法いや、セクシーボイス、マイクアイテム一つにつきセクシーボイスですから、よろしく。のりこ、欲張りだなお前じゃあのりこが一番好きなのを選ばないとな。のりこは何が好きかな。ペディグリーチャーム。セクシーボイスが聞きたい人はマイクください。アイテムありがとう。シャイニージャイアンはどうだよ。俺がやってる時はあんまりめんどくさいことやらないから、マイク1個につきセクシーボイス1個でペン取るぞ。花火はダメ。マイクしかランキングに反映されないから。花火じゃダメ。花火よりもマイク。今何位？今何位？今ランキング何位？のだめありがとう。シャイニーは今来る気分じゃないわ、ごめんね。24位か。ね、結構上がらない感じ。こっから先安定しちゃってんの。24位。あ、23位じゃん。あ、マイクプレゼント、のだめありがとう。じゃあ匿名さんが好きそうなこと言うわ。そうだな、匿名さんが好きそうなこと、なんだろう。あ、マイク、あ、てっぺん取ってありがとう国民。じゃあ2つ連続でいこうか。2つ連続でセクシーボイスいこうか。そうだな、何がいいかな。どんなのが聞きたいの。どんなのが聞きたいのか言って。
2つ連続で言うわ。2つ連続でセクシーボイス言うよ。みんなどんなのが聞きたいの？リクエストお願いしてみて。どんなのが聞きたいんだい？エロい感じね。オッケー。1個目はエロい感じ。1個目はエロい感じ。エロくささやいて。オッケー、わかった。いくよ。1個目いくよ。教育実習の先生が使ってる分度器。じゃあ1個目終わり。2個目はどんな感じがいいの？ちょっと長かったかな。エロく聞こえる食べ物。オッケー。エロく聞こえる食べ物。オッケー。エロく聞こえる食べ物。エロく聞こえる食べ物、エロく聞こえる食べ物ね。OK。 今俺の頭の中はスーパーのお惣菜コーナーにいるよ。でもお惣菜コーナーを離れて今パン屋さんの前にいて、パン屋さんを離れてエスカレーターを上がってお酒のコーナーを経て冷凍食品コーナー、冷凍食品コーナーに何かありそうだな。行くよ。コロコロイカフライ。ただいま。コロコロイカフライ見たことないの？めちゃめちゃうまいよ。最近見ないよな、そういえば。コロコロイカフライ。あれ美味しいよね。エロいでしょ？コロコロイカフライ知らない人いるんだ。食べたことないのみんな。あれ最近見ないよな、コロコロイカフライ。知らないの？コロコロイカフライ。知らないんだ。教えてあげるよ。バグってる？バグってる？音変。あ。バグってる？聞こえる？大丈夫？いつから、いつから音おかしいの？一回枠取り直した方がいい？プツプツ？枠取り直した方がいい？じゃあ枠取り直します。はいよ。
お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。